で、12話。はい。うん、奇跡の価値はっていうタイトルなんだけど。おっしゃ。もうここで、一話以上分かったぞっていうのが、うん、言動の、モデルがここで分かりますね。うんうん、おー。第4回ヒデの使いあらへんで、チキチキ、エヴァンゲリオン完全解説イエーイ。もういよいよ来ました、エヴァンゲリオン。はい、第4回目。もうエヴァンゲリオン設定というよりも、うん、もう監督をしている庵野秀明、うん、ヒデのことを知っていこうということに重点を置きまくった回数、はい、そこにしか興味はない。もう超絶に偏ってます。はい。ヒデの気持ちよね。出ました。ヒデの気持ちですね。はい。今回は11話から、はい、話していきますよ。静止した闇の中で、うん。あ、実はここの中にはね、うん、あんまりヒデいない。ああ、じゃあ見どころないですね、ここで。見どころはね、あんまないんだよね。話の中ではあんまない。あのね、停電をするよと。はい。で、誰か仕組んだと。うん。で、停電した中で人を倒していくっていうんだけどね、うん、この回はね、モブ回なんだよね。おー、あー、なるほど。その、うん。三人組いるじゃん。うん、ああ、あの、感染等の。はいはいはい。すごい、毎回出てくるんだけど、うん、すごいキャラの薄い三人組がいる。キャラ薄い。しかもね、名前もわからないよね。うん、名前ももう、俺もわからない。もうわからない。こんだけ見てんのにわからない、うん。そして、あの、言動の隣にいる冬月。冬月。冬、あ、冬月。そのぐらいも影の薄い三人たちが、はい。三人、四人たちが話していく。そこにリツクも加わって会話していくっていう。ああ、なるほど。話なんだけどね。うん、多分、うん、作品の中に厚みを持たせようっていう回だと思うんだよね。うん、なるほど。だけど厚みが全く出ていないんだよねっていう。うんうん、あれおかしいですね。なので、モブたちが設定を棒読みしている。うんうん、ああ、それっぽい単語をずっと。それっぽい単語をただ羅列しているっていう。あの電車のシーンですかね。うん、電車のシーンです。はい、あの、ものすごく空虚な。何の情報もないと言ってもいい、うん。そうだね。作品です。あのね、あの、冬月が持ってる新聞さ、うんうん結構しっかり書かれてるのは珍しいよね、うん、アニメにしては、うんうん。なんか、その辺はちゃんとあるのかなーなんて思ったんだけど、うん、失業率最悪って書いてあって、うんうん、まあそれ使徒が来るやつもなるだろうな、みたいなことしか書いてないんだよね。そりゃそうだろうな、みたいな。単純に大丈夫だよ。そりゃそうだろう。ということで、はい、まあ飛ばします。はい。はい、で、12話。はい。これがもう、来ましたよ。はい、あ、出ました。ヒデ。ヒデ、ヒデ来ました。ヒデ来ました。帰ってきた。やった。で、この話っていうのはもう、うん、衛星軌道上から落下する、うん、使徒をね、うん、みんなで受け止めてっていう話です。あの、新劇場版ハンになって、うん、すごくかっこよくなったシーンですかね。うんうん、奇跡の価値はっていうタイトルなんだけど、おっしゃ。もうここで、一話以上分かったぞっていうのが、うん、言動のモデルがここで分かりますね。うん、おー。おー宮さんです。宮崎駿です。あ、宮さんっていうのが、うん、この回で本格的にわかるんだよ。あ、マジっすか？あのヒゲズラ。うん、ヒゲズラ。そして、やる気がないような帰るという、はい、ぐっきらぼうな態度、はい。あれが実用だとはどうしてもね、うん、俺は思えない、うん。何から持ってきたのかっていうと、うん、ナウシカです。ナウシカを手伝っていた時の宮さんです。おー。なるほど。野心兵を書いて、褒められたと。うん、だから、この回の中でね、うん、シンジが言動に、うん、よくやったな、シンジって言われるんで。うん、いいでそれが、よくやったな、ヒデアキ。ミヤさんってそういう話だ。どういう話このレーザーからこのドーナツ良かったぞ。あ、よかったぞ。ただお前は人物を描くのが下手だって言われるっていうか、あの、クシュナだけはミヤさん自分で描いたらしいからね。まあ、そうなの。でも、巨人兵のシーン、よくやったぞ、ヒデアキと、うん。っていうのが、まあ、なぜわかるかっていうとね、うん、あの、宮崎駿のドキュメンタリーになるのをね、うん、たまたま見たことがある、うんあまあまあ。確か崖の上のポニョ、やった時なんだけど、その制作のところでね、うん、取材を受けているのにもかかわらず、うん、その部下のアニメーターを叱るっていうシーンがあるんで、うん、ね、これどういうことだっていうふうに言うんだね、うんうん。お前、俺を舐めてんのかっていう、皆さんが。その時、宮崎駿はもうポニョ書いてますからね、うん。もう65から後半ぐらいです。65後半ぐらい。うんねうん、で、ポーニョ、ポーニョ、ポーニョってね、いう脚本を書いてるんですよ。で、その宮崎さんが、うん、お前、俺を舐めてんのかって言ってるんです。そういう人です。宮崎駿は。はい、怖いね。パワハラおじさん。パワハラおじさん。怖いですね。まあね、直しか書いてあった時なんて、うん、
もう40代の前半ですよ、皆さん。元気もりもりじゃん。イケイケですよ。うん、もう一番脂が乗って、うん、もう、想像するだけでもとんでもないですよ。うん、60後半でお前舐めてるのかっていう人ですからね。うん、ですからね、もう、お前、やる気がないなら帰れなんてね、うん、多分日常茶飯事だっただろう。おはようございますくらいの感じでしょ。多分、ね、あれ優しい方で、あの言動すごい。うん、あれ今日、ミヤさん機嫌いいな。うん、あれであれで。多分ね。やばくね。それ職場です。それ職場に暮らしながら、うん、巨神兵をかけって言われるわけです。お前が巨神兵をかけって、秀明って言われる。無理だよ、そんなの。できるわけないよって心の中で思ってたかもしれない。うん、でも、逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。これはチャンスなんだ。書きます。巨神兵書きますっていうのが、秀明です。ドン、ドン、ドン。あれ、そういう心境です、秀明。辛すぎる。で、書いて巨神兵。良きやったな。秀明って言われる。みやさん。で、その後に、同僚のね、うん、アニメーターたちと、深夜のラーメン屋に行くんだよ。うん、きっとね。で、俺なんでアニメーターになったか分かった気がするんだ。うん、俺はミヤさんに褒められるためにアニメーターになったんだって。いう会話があったのではないかと。少なくともそういう気持ちがあったのではないかと。ああ、なるほど。そこが乗ってるのではないかと。この12話で分かるんだよ。なるほど。トキワパート !13話に、使徒侵入ってやつ。使徒がなんか、マギにね、うん、ハックされるよ。まさにコンピューターウイルスですよ。うん、もうこの時はもう、インターネットが普及し始めてよと。うん、電話回線使って。うん、ライターかい、インターネットはね。ビーガガ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 。ギリギリ世代じゃないけど。うん、まあ Windows 95だよね。うん、学校にいたら職員室の中に、一人だけ持ってるみたいな時代ですよ。本当にパソコンを。そうだね。うん。そのもうトレンドを掴もうと。あ。いうのが、もうコンピュータウイルスの、まあ、使徒侵入なんで、ね。なるほど。オタク的発想なわけですよ。で、14話。うん、ゼーレ、魂の座っていう。まあ、前半総集編です。ああ、なるほど。総集編で、ミサトとかね、うん、いろんな人がインタビューを受けて答えるっていう総集編なんです。ああ。で、後半になってね、うん、もう綾波で、うん、もっと心象的な風景が繰り広げられる。なんか綾波がずらずらって並んでね、なんか菩薩みたいな感じ。なんか、京都の寺みたいな感じ。なってたね。綾波レイが乱立してる。なってたね。うん、まあ、あれはね、綾波の中に心が芽生えたのかみたいなところで、うん、まあ、アンドロイドは電気羊の夢を見るんですよ。まあまあまあ。まあまあ、ブレードランなんですね。まあまあ、そうだね。うん、まあ、そこもオタク的発想の、うん。これ使えるなっていうところです。うん、で、ここの話の中で、うん、重要なのかね。シンジがゼロ光景の中に入ってる、うん。これ使えるわね。リツコは言うと。うん、で、イブキが、私は賛成できません。うん、これ対立が起きてる、うん。何かっていうとダミープラグだよ、ね、うん。ダミープラグを使うか使わないかっていうところで、うん、ある闘争が起きていると。内部で。ここは何かって言いますと、うん、アニメにデジタルを持ち込むのか持ち込まないのかって、うん。そこ？そこです。ダミープラグというのはそういうことです。ちょうどその時無人ですから、ね。そうか。その時アナログなのか。真珠はアナログです。うん、はい、自分の手、ダミープラグも自動、デジタルなんです。うん、そこの闘争があるわけです。なるほど。ちょうどトイストーリーの年だもんね。うん、これって。で、ゼロ号機が暴走すると。うん、で、頭を打ちつけるんだよ。うん、あ、何かっていうと、俺はどっちにしたらいいんだろう。楽を取るのか。俺は、そう、どっちはしたらいいんだと。でもこれからじゃあデジタルか。デジタルか、デジタルか、デジタルか、つって。ガン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 。まあ、本当かどうかわからんけど。そういう風にも、うん、見える。見えるね。そうやって聞くと。俺には見える。見える。今もう宮崎駿もペンタブ使う時代だからね、今ね。あ、そうなんだ。マジで。うん、そうだよ。あの、新しいジブリ美術館で公開されたミニア、CG アニメはペンタブ使ってたね。うん。うん、あの宮さんが。あの宮さんが。そんな時代に、今となってはなったけど、うん、まあ、その時はね。その時は本当に、もう黎明期ですからね。うん、ちょうど境目だもん。で、ゲームも全盛期じゃないですか。そうか、バーチャファイターってなんだよみたいな。時は、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 時はパート、はい、第15話が、うん、嘘と沈黙っていう。マルドゥック機関が、うん、だからペーパーカンパニーらしいぞ、うん、というところ、中身がないよ、うん、と。言うんだけどね。俺、設定そのままじゃねえかなって思うんだよね。ああ、うん。中身ねえぞと。ペーパーカンパニーです。風呂敷広げまくってるけど。風呂敷広げまくってるけど、うん、考えてねえから、ペーパーカンパニーにしとこうかっていう。なんか、マルドゥックとかつけてたらそれっぽくなるじゃん。うん、それっぽくなるじゃん。
それっぽいと思ったじゃん。俺も。あっちも。あの頃思ったじゃん。思ったね。うん、いや、あれ。司会文書とか言っとけば。ああ。あれでしょ。よくあるあの、マネーロンダリングって使えばなんとかなるみたいなやつでしょ。うん、でね。うん。まぁ、ちょっとモーナルシーンが、ヒデの考えっていうよりもね、うん、この描き方どうなのっていうのがあってね、うん。レイが、雑巾を絞るシーンですよ。あ、ありましたね。レイが雑巾を絞って、それはシンジを見ている。うん。で、後になってエレベーターに、シンジとレイが触れてるんだよ。うん。で、シンジが話しかけると。うん。なんか、レイってお母さん見てたよね。うん。さっきの雑巾の絞り方が、うん。お母さんみたいだったっていうんだよ。うん。お前、どういう心理状況でそれ言ってたの？いやー、俺、それは言う勇気ないわ。同級生に母性を感じちゃうのは。そうだよ。だって自分、中学校の時思い返してみなよ。気になった女の子が、うん、ね、廊下掃除とかで雑巾絞ってる、うん。それ見て、ね、後で会ったと。うん、塾でばったり会ったみたいな感じ、うん、あの、雑巾の絞り方、お母さんみたいだったよ。うえマジかこいつどうした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 で、それに対する例の反応がまたね、うんうん、例がそうやって言われて、うん、ポッとね、頬をあからめるんだよね。お前どういう自信理状況でそれ、うん、頬をあからめてんだと。真っ青なんだろ、わかるよ。さっき、ちょっと、ポッと明るくなって、うん。照れるんだよ、例が。そう。お母さんみたいで俺照れるんだよ。何を言っているのよっていうね。うん、お兄さんこれどうすかまあ、伏線かもしれないけど、私のことを考えれば、まあ、まあね。でも、なってねえよ、伏線。なってないね。うん。ただ気持ち悪いだけっていうね。うん。いや、俺これ、ぶっちゃけたんですけど、当時見てた時でも、うん、これは覚えてたの、このシーンはあるって。うん、当時見てた時ですら、気持ち悪いと思ったもんね、このシーンは。うん。うん、何この、絶対都合だろ、これと思ったもんね。うん。だからあれは、例だからできるんだよ。うん。うん、例だから成功する。だからね、もう、例の虚像感がもう半端ないっていうシーンです。うん、そうですね。例、うん、は存在しないんだなっていうのは、ここでわかる、うん。なるほど。それはアスカに言ってごらんなさいよ。うん、まあ、引っ張たかれますよ。本当ですか大きくビンタですよ。うん。ヒデの気持ちが知りたいね、これこそね、うん。で、父親と一緒にシンジが墓参りに行くっていうところで。ああ、あったね。お父さん怖いのっていう。まあ、これはもう、あれですよ、さっきの続きですよね。ああ。ナウシカで、スタジオジブリに行くのが怖いのってことです。あの、皆さんに会うのが怖いの巨神兵なんてね、もうナウシカの根幹にありますからね、うん、あれ。それを書くなんて、もう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 、重圧ですよ。重圧。それ逃げちゃダメだって言いますよ、っていうシーンがね、チラッと顔を覗きますよ、ね、うん。で、シンジの、まあ、その後にね、墓参りに行って、チェロを弾くよと、うん。これはね、俺もわからんしょ。なんで急にチェロを弾き出したんだと。うん。わかんないです。すいません。うん、いや、俺はあのシーン、あの、うん、ハイになった少年がギターを弾いてるのと全く同じシーンだと思ってる。ああ。お父さんと話して。お父さんが話ができた。うまくできたんだよ、僕。ギャーイーンーみたいな。それが、チェロ。チェロ。あの、やっぱちょっとギターはシンジっぽくないから、うんはいはい、とりあえず続けろって言われて続けてたみたいなチェロを弾かせる。だからギターだなと思って。うん、ああ。って俺は思ってた、うん。言われてみるとそう見える。うん。っていう中で、まあ、この後にね、うん、重要なシーンがある。まあ、ミサトとカジが、まあ、キスをするってシーンもあるんだけど、うん、それよりも重要なのが、アスカとシンジが、まあ、キスをすると。ファーストキスです。ドキドキですよ、ミサ。もうおそらくアスカにとってのファーストキスなんじゃねえのって思わせるような演出ですよね。まあ、でしょうね。それを勢いでやってしまったよ、うん。でも、ムードもへったくれもない終わり方をして、うん、口をすすがれて、うん。でもその時の、シンジの顔は描かれないんだよね。描かれないね、あれね。あれが、うん、ずるいというかね、うん。あれがもう根幹ですよね。あのシンジの顔はどういう顔だったんだいと想像するのが、もうエヴァの味方です。そこそこそれそれがエヴァの味方です。おぉ。どういう顔してたんでしょうね。もう、ニヤニヤですよ、あの二人。ああ、まあ、ニヤニヤですか、それは。はいはい、それはね、もう、あれだよね、多分ね、テレビ消したら全く同じ顔映ってる。多分ね。なるほど。うん。
ていう中で、これが次の話に繋がってくるんだ。あ、キスが。キスが。いいね。うん、16話。16話、はい。死に至る病、そして。どうした？どうした？どうした？どうしたと。どうしたと。幸せなキスをしたじゃないか。でもね、まあ、テストから始まるよと。シンクロ率のテスト。ああ。シンジの数値が異常にいいんだよ。うん、ああ、それはもう、テンション高まってますからね。テンションが高いぞと。前の話でね、うん、あの、言動と話す前は本当に暗かったシンジが、もう明るくなってんだよ、うん、すごい。そうだね、もう。なんで自信満々なんだと言われれば、うん、前の話数で、父さんと話したっていうのがあります。うん、で、アスカとキスをしたっていうのがあります。キスした。うん、そして、ずっと前ですけど、例のおっぱいを揉んだ。あ、この三つが揃った。一人前の男です。これはもうだってあと、やるだけでもう、もう何年間か友達に自慢できますよ、これは。うんうん、もうこれで大人の階段を登って、シンジは、男になったと勘違いしている、うん。なるほど。頂点ってやつ。頂点。特に面白い描写がありましたね。はい、バスの中とか、うん、いうシーンがある。あと、死との戦いの中で、はい。シンジが右手を、ワキワキさせるシーン。ありましたね。思い出してるな。ワキワキして、うん、死との戦う前とか特に承知的でこうやって、ワキワキさせて、うん、よし、行ってやるぞってシンジが突っ込んで失敗するっていう。ああ、うん、だから、あの瞬間に、全集中して、もんだ例の胸の感触を思い出して、思い出して、俺はキスもした。どうしても話した。よしよし、行ったるぞと。うぃーうぃーポカーってあもうあの当時とか鈴原に対してマウント取れまくるぞ、俺って言って。いや、もう、愛おしいね。愛おしいね。ここまで来るとね。シンジが一思春期。思春期だなぁ。実際に、安野さんにもいた時があったんじゃないかと思うわけです。まあね、うん思春期にね。そうだね。いろいろあって。うん、そして、自信満々だったんだけど、うん、その、すぐに打ち砕かれたと、うん。それは勘違いだったと。思い上がりだったと。うん、まあ、例のおっぱいも事故で揉んでますしね。あの、アスカも別に、アスカが悪ふざけでやっただけですよ。うんうん、そうだね。まあ、唯一父さんとはちゃんと話せましたけどね。うん、まあでもあれもね。まあ、普通の親子関係ですからね。まあ、空虚な会話じゃ空虚な会話だもんね。うんなんだけどね、まあ、正直に思うのが、まあ、そこまで卑下しなくてもいいじゃないかと。まあね。タイトルがね、死に至る病ですよ。そこまで言わなくていいじゃない。そこまで卑下しなくてもいいじゃないか。そこまで言わなくていいじゃない。まあ、もうだけど、相当はもう、傷なんだろうね、これ多分ね。本人のトラウマでしょ。本人トラウマなんだろうね、うん。トラウマを引っ張り出してきたよと。うん、そして救ってくれたのが母親なのかいと。うん、母親のようなシーンがね。あ、ありましたね。助けられますよね。うんあの、シンジがね、うん、人に囚われて、うん、で、シンジが絶叫するシーンがありますね。あれね。何が悪いんだよと、俺の何が悪いんだよと絶叫するシーンがあるんですよ。そうだね。うん、だからあれはもう、ヒデのね、青春ですよ。浪人してる時です、あれは。絵を描いて、好きに遊んで、何が悪いんだよと言われた時に、母親に諭されるわけです。うん、そして美大に入るって。そういう心情ではないのかと。ああ、なるほどね。安藤さん一回浪人してるもんね、うん。入る前ね。うん。思うわけです。これちょっと安藤さんの顔が見えちゃって。うん。ちょっとさっきやった気がするけど、ね。なんか顔これぐらいまで見えてるけどね。チラチラ。チラチラ。という話でした。はい、なるほど。それが第16話です。ああ。そして第17話。はい。4人目の的確者。お、まあ、これは次の話につながる前の、うん、まあ、前段階の話なんで、ね。前振りだよね、この。前振りなんだけど、うん、まあ、内容としてはね、うん、庵野秀明、ラブコメ書いてみたってよって感じですね。うん。学園ラブコメを書いてみてよと。うん。当時のね。はい。あ、当時の当時。あの、鈴原当時のね。あ、そっち。うん。っていう話ですね。え、あ、そういう話なの？あれって。そういう、それだけですね。というところでね。うん。まあ、次回は18話から。うん。なるほど。時はバトルということで、はい、動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタン入居者登録よろしくお願いします。